皆さんこんにちは、鈴木久美子です。今日はベートーベン作曲悲愴第2楽章を演奏いたします。この悲愴というタイトルはベートーベン自身がつけているのですが、この第2楽章からはベートーベンの優しさや憧れが感じられます。それではお聴きください。